12時直前だったら、彼女いきなりマイク持って歌うのかなと思ったら、12時ですので、コーチの皆さん、門限です、帰ってください。コーチ返したね。石井さん、1990年、近鉄バファローズに入団をされるわけなんですけれども、プロ生活をスタートされましたが、入団当初というのはどのようなお気持ちでいらっしゃいましたか？まあ、どのような気持ちというよりも、入団してすぐね、急性肝炎を患ったので、はい、これはもうキャンプ前、キャンプの直前に、ね、直前に1月の末だね、はい、検査で肝数値が高いと、しかもベラボに高いと。あ、そうだったんですね、うん、これがね2500ぐらいまで上がって、正常値がね15から40ぐらいまで、が2500まで上がった。ガンマ GDP ですか、ね、GDP と、そうそうそう、めちゃくちゃ高いですね。もうね、100倍か1000倍くらい、大体その100ぐらいになってももうダメだよって言われるんだけど、だからまあそのままキャンプ行ってたら、もう息が帰ってこなかったよって医者に言われたんだけど、それがね1月の末、はい、で2月のキャンプ中はね丸々病院ですよ、大阪の病院でもう1ヶ月ずっと寝てて、まあその間もねちょっと2月の後半にはね、知り合いからバットとハンドグリップとね、ちょっとこっそり持ってきてます。バットの下、ベッドの下にちょっと隠して、はい、ちょっといろいろちょっとトレーニングなんかしたの。でもそうですよね。でも肝臓やったらすごい疲れるんですよね。そう。何やっても何もできないですよね。もう何もできない。まあでもまあ予想外の、想定外のスタートにはなられたという。2月いっぱい入院してて、はい、で3月の頭に退院をして、はい、でリハビリから始まったんです。当時ね、立花隆二っていうね素晴らしいコンディションコーチがいて、はい、じゃあ藤井寺球場でね、はい、外野をまず歩こうと、まずね歩きから始めたわけです、3月の頭でね。その時にね、まあ一軍が練習したりなんかして、ブライアントのね打撃練習で外野のフェンスで歩いてて、ブライアントの練習見て、俺来るとこ間違ったなと思って、何ですかこれは、ね、もうプロの打球を、藤井打球を普通に場外打つわけですよ、バッティング練習、はい、これはすげえなと思って、でねその3月の頭にウォーキングから始めて、3月の10日過ぎには2軍の試合出てるんだよ、今じゃありえないありえないですね、マジっすか、マジで3月の10日過ぎに2軍のねそのオープン戦出て、またバカスカ打っちゃって、で3月20日には一軍呼ばれたもん大木監督に。ありえないでしょ、ありえないですね、今じゃありえないです、多分20日ぐらいまでちょっと除菌してるぐらいですね。当時はね開幕が3月20何日だったんだよ、はい、でしょ、3月中だったの、で3月の20日過ぎに2軍でねバカスカ 2、3 本ホームラン打って、はい、石井ちょっと1軍上げろって思って、はい、で一軍に1回合流したのよ、オープン戦じゃなくてもう開幕直前で、結局開幕1軍にはならなかったんだけども、はい、出したらその1軍で試合に出るかっていうぐらいの感じだったんだけど、しんどくなかったんですか、体は。いやもうその時はもう治ってた、治ってた、数値が下がってたから、まあだから近鉄ってすごいなと思うのが、3月の頭にウォーキングから始めたりとか、3月10日過ぎには2軍の試合に出て打って、3月20日には1軍呼ばれたんだもん、で練習合流したけども、うん、結局は、うん、まあ、2軍スタートで、はい、うん、ま、だからといいますか、7月には、月間で9本塁打、うん、これが、まあ、当時の新人の月間本塁打記録でもあるという。ちなみにいつ上がったんですか、何月ですか。デビューはね、1軍デビュー5月8日今でも覚えてる、北九州、いつも5月8日ですか、うん、1軍デビューはね、僕5月3日なんですよ。それなにちょい自慢、違う、なんか上から目線、違う近いですね、近いなっていう、近いだけ、近いだけ、俺の方が先だっていう、いや僕先に入団してるんで、中根言っとくけども、俺が近鉄入った時に、はい、彼は2年目で、私はルーキーで入った時に、もう先輩風吹かして、おールーキー来たなみたいなルーキー来たなみたいなね、でこっちはほらやっぱり一応ルーキーなんで、皆さん、はい、挨拶をして、じゃあ石ですっつって、おみたいな、おって感じだった最初は。プロ野球は年数でしたっけ、年齢、年齢、お、全て年齢なんだけども、はい、多分最初やっぱり最初かましとかないとまずいなと思ったと思う、
当たりですからね、うん、野球プロ野球界はそういう意図が終わりだったんですか。リーダー思いっきりです、思いっきりですで、ね、5月8日に、はい、あの北九州でデビューだったんだけども、前の日にねライバルの金村さんが食事誘ってくれたんですよ、はい、あの中村良次も一緒だったと思う。実際サードでいたんですね。サードでいた、サードですね。金村さんですね。金村義明さんがね、はい、まあ、同じそのサードでライバルで1個上で、で本当はライバルでね同じポジションだから、はい、いや石おいね明日ねデビューでめでたいから飯行こうやっつって誘ってもらって、いい人だなと思って、そしたらね和食屋行って、今でも覚えてる和食屋行って、はい、まあ、結構飲んで食べて次行くぞって行ったところ、大木さんの奥さんの妹さんの店、はいはい、北九州小倉の、でそこにのお店にね11時ぐらい行ったら、はい、すでにね近鉄の幹部がねコーチがいっぱいいる中西ヘッドコーチ太さん、はい、で安井さんとかさ、あのね5人ぐらい近鉄の一軍のコーチがそこで飲んでるわけですよ、はい、で11時ぐらいに合流して、で金村さんコーチいますけどいいんですか、かまへんみたいな感じで飲んでたら12時直前になったら、金村さんいきなりマイク持って歌うのかなと思ったら、12時ですのでコーチの皆さん門限です帰ってくださいってコーチ返したのだ、ね、中西さんとか中西太さんってすごいね、もともと西鉄のヘッドコーチから一軍のコーチが、はい、金に言われたらしょうがねえなって本当帰ってったの金村さんってどんな人だと思って、本当ですね、で門限だ帰れって言って俺は飲んでるわけですよ、はいはい、そうですよ ね結局3時まで飲んだわけですよ、でね、金村さんって本当に人だなと思って、ライバルだけどもいい人だなと思ってたわけ、はい、後で聞いたら石井が肝炎を起こして、ね、リハビリしてやっと治ってきたところだから、うん、もう一度肝臓を壊してやれと思って本当ライバルだから昔の近鉄はね、そういうなんか、ね、やっぱライバル心がみんなメラメラしてた、すごかったですよね、そうだから本当はいい人だなと思ったんだけども実はもう一回石の肝臓を壊そうと思って、お祝いだ飲め飲め言われて、よくねいやこんな飲ましてくれてありがとうと思ったんだけど、実は肝臓をねもう一回痛めつけたろうと思ったらしくて、僕らが近鉄入った頃はね、あの小川徹さん大コーチ最初に教えてもらったのが、はい、ライバルの選手のね歩いてたら知らんぷりしてボール転がせって捻挫させって言う、ハリーみたいな、あでもそういうエピソードがいろいろとあった、いや本当そうですよ、あそうですか、僕ある方に、はい、あのライバルがホームラン打って、はいはい、みんなベンチ前に出てこうナイスホームランってやるじゃないですか、はい、で僕のライバルの方がホームラン打ってこう僕も前に出て、うん、あナイスホームランって言ったらめちゃくちゃ怒られましたよ、なんでお前ライバルにないそうなっていうの、しかもね中根はね、それ僕が言ったんですよ中根はね、そのライバルが打つと中根さんもうね、はい、すごくね自分のことのようにね、だから人間的には最高なんですよ、はいはい、こう見えて、そうです、ね、こう見えて最高なんですよ、ね、自分のライバルのホームランって自分のように喜んで、これはチームとすればすごく大事なんだけども、ライバルだと、まあそうですよね、ライバルが打って悔しくないかのかと、はいはい、もうそういうのね、こんとねずっと言ってたんですよ、これで話は終わんないですよ。この後僕ベイスターズ行ってその話をライバルに対してこう引いてやってたんですよ、ベイスターズで、そしたら駒田さんにまあまあ積極だったんですよチームでやってんだお前何を言ってんだっつってやっべえ俺近鉄でそうやって教わったのに本当ですよ、俺の教えが間違ってたのかないやいやいや、でねその当時の近鉄の内野手はファーストが、まあ、私、はい、でサード金村さん、はい、でセカンド大石大二郎さん、はい、あの仲が悪いわけじゃなくてみんなライバル心がすごくて、で普段ねあまりそのもう話もしないぐらいのビリビリ感があったんです、で金村さん、特に金村さんは大石さんはセカンドなんで、私も金村さんセカンドできないので、まあ、金村さんとも、まさに被ってるわけですよ、そうですね、ポジションがね、でね全く話しなかったんです、で私がジャイアンツに行き金村さんが中日に、はい、なんかその近鉄を追い出されるみたいに出た瞬間に金村さんとすごく仲良くなって、でね電話で話したら2時間ぐらい喋ってですね、で仲良し、それで金村さんがさっき、はい、石井デビュー戦の時前の日ね、はい、飯連れてったらあれごめんなっつって、うん、いやいや本当ありがとうございます、いやあれね本当言うと石井の肝臓もう一回ね言わしたら思ったんや正直な方ですね、実は私もねその7月の、はい、月間9本でね、はい、まあ、新人の記録作ったタイになった時に、はい、そのデビューホームランがね7月4日だったんですよ、
が初ホームランで、うん、あの大英戦ですよ、はい、7月4日、うん、大阪球場の、はい、でそこから、ね、3試合連続でホームラン打ったんだけども、はい、その3試合のうちに金村さんが試合の後半にね送りバントの場面があって顔の辺に来て避けたら指にボール当たってあの骨折して病院運ばれたんですよ。で金村さんは先生を離脱して、はい、私がサードのレギュラーをそこでガチッと取ったわけ、うん、で金村さんが送りバントで骨折した瞬間にでひっくり返って運ばれた瞬間に、はい、ベンチ裏で私ガッツポーズしたんですよ金村さん実は本当に申し訳ないけど あの時に金村さん骨折して運ばれた時に、はい、ベンチ裏で小さくガッツポーズしたんです、はい、すいませんでしたってお互い懺悔、はい、懺悔し合ってすごくもう仲良くなって、もうほっとしましたもん、ね、その話っていうか金村さん仲良くなったっていう話を聞いたんで、もう金村さんにもすごいお世話になって、うん、いろんなとこ連れてもらってるし、うん、はい、石井さんもそうなんですけど、はい、でね、金村さんがねその面白いんですよ。で近鉄のロッカーでね、はい、もうずっと話もしない、はい、話もしないけどちょっと離れたところにいてまた面白いこと言うわけですよ , 笑っちゃいかんぞ笑っちゃいかんと思ってんだけどってねって笑っちゃうんですよ、ええか笑っちゃいかんって思いながらどういった類の、まあもういろんな話をね面白おかしくね、あの話すわけですよ、でちょうどロッカールームをねちょっと反対側でねちょっと離れてたんですよ。でねもう絶対これねもう金さんどんな面白い話しても笑ったら負けだと思ってでもねパッて笑と思う笑っちゃうんですよ。面白いですよ、ね、面白いんですよ。ムードメーカーでもいらっしゃるんですかね。まあ、ムードメーカーっていう感じじゃないけども、まあ、僕らからすればもうめちゃめちゃ怖いんですよ。僕らっていうのは僕らみたいな、はい、年下はね、今ね多分、あのなんだその全日本でみんなほら試合やるじゃない国際大会は、はいはい、だから結構そのもう他のチームの選手と仲いいんですよ。仲いいですね。で、まあ、チームメイトもなんかみんな仲いい、いいっていう監督から聞くわけですよ。でいい意味でファミリーだけども、ええ、昔はねやっぱりそのみんなほらライバルで同じチーム の、ね、同じポジション、ええ、やっぱねそういうのはね今あんまりこうないような話も聞くんだよね。それがやっぱその悩みの種、もっとチーム内でもうガツガツ競争してほしいっていう、はい、今若干そういうのがね、で他のチームのライバルチームとも結構仲良かったりするんですよ。いろんな国際大会があってね、はい、同じ全日本のチームで一緒にやるので、それはよく聞きますよね、今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。ホビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。